私パレードやめる。衝撃。あの岬のホラー穴かな。ぽいねぽいね。あ、みんな二人ともまたピエロに戻った。お、そしているいる。はぐれたはずのヨダスケパレードが。よし行くよ。めちゃくちゃ遅いよねそんなペースで。ちょっとずつ進んではきよるけど、まあでも途中のね、このフィールド上のモンスターは私はもうあまり構わないと決めているので、あのストーリーとかに入ったらちゃんと追ってくれるっていうのは分かっとるけん、もう、と、でも一応視界に入ってる限りはちゃんと来てくれおるんよね、あれ。え、こっちの方来よるよね。うん、来よる来よる。まあでもストーリーになったらちゃんとね、追いついとるっていうのは分かったけん、もう私は待たない。もう待たないので、あの適当に来てくれ。ゆっくりゆっくり来てくれ。まあね、あんな電飾だらけで、しかもシルビアさんも乗って、重いよね、確実に。お？なんでこんなとこに子供が？姉の人たち楽しそうに何してるだ。何逃げ出してきたの。あら、私たちさらわれた村人を助けるために悪い魔物ちゃんをやっつけに行くのよ。ボス、お前はもしやバハトラの息子チェロンではないか。え、あんな言い方しよったけん、なんか普通にもう成人済みの息子なんかと思ったけど、ちっちゃい子やん、さらわれたわけではなかったのか。どうしてこんな危ないところに。お父さんが心配していたぞ。ね、すごい小さいやん。幼稚園児ぐらいじゃない。父ちゃんが魔物に言ってただ。父ちゃんの一番大切なものは死んだ母ちゃんのペンダントだって。そこは子供じゃないのね。父ちゃんの大切なものオラじゃなかった。それ知ってすごく楽しかっただ。これでね、あそこの道具屋の、え、でも道具屋の子あれか、え、母親がさらわれとるってことよね。取り返して父ちゃんを見返してやるって思ったら、その母親のことが大事って答えた旦那がおるってことなんかな。いや、よくわからね。でも途中で怖くなっちまってここで隠れていただ。お、じゃあこの後はもう私らに任せといて。なるほど、バハトラがそんなことを。しかしこの辺りは子供には危険すぎる。まあ、でもあれか、一緒におらんと。私たちに任せて早く村に帰りなさい。え、大丈夫、その辺魔物めちゃくちゃうろうろしよったけど。いやだ、みんなが行くなら俺も行く。母ちゃんのペンダント取り返すまで。ほら、一人で帰らそうが無理やって。誰かが送ってくれるんならあれやけど。いいじゃない、連れてってあげましょうよ。私たちと一緒にいればチェロンちゃんも安全じゃない。うん、ていうか私たちと一緒におった方が安全。うん、わかった。貴様が責任を持ってチェロンを守るのだぞ。うわ、一人に押し付けた。ありがとう、羽のお兄ちゃんたち。フールフールのやつはこの先にある岬のホラー穴に入っていっただ。よーし、悪い魔物ちゃん退治に出発。おー。思った以上に声が高い。さあ向かうか。これね、岬の洞窟。おー、意外ともう入ってすぐそこやね。あ、人がいっぱい捕まっとる。あれ、さっきまで目の前にモンスターとかおらんかったことない。これは驚きました。いきなりもうフールフール下っ端かと思ったよ。このこと現れる人間がいるとは。あなたがプチャラオ村を襲った悪い魔物ちゃんね。村のみんなを返しなさい。そんなことのためにわざわざ危険を犯しここまで来たのですか。とんだおバカさんがいたものです。フールフールって言うんやけん、バカはそっちじゃねえか。いいでしょう。
その馬鹿げた勇気を表して村人を解放して差し上げます。本当にマジで？ただで返してもらえると思ったら勝ったらってこと？そう、まあ、勝ったら別にこんなね口約束とか何もなくても解放させてもらうけどね。あなたの一番大切なものを譲ってくだされば村人を解放しましょう。一番大切なものってなんだ？仲間？いかがですか？え、嫌ですけど。嫌です。いや、でもまあ、村人のため？え、何がなくなるんこれ？その必要はないわ。お。これ以上、あなたに大切なものを失わせはしないわ。これ仲間って言ったら最悪じゃない。ここ私の出番。言わんかってもなんか複雑な感じやけど。ずっとずっと温めてきた。でも大切なもの絶対くだらんもんや。この魔物にあげるわ。何？人間にしては絶対がっかりするものやと思うよ。そんなね、では期待しても。早速いただきましょうか。はい、これ大切に使ってね。何？おお、どれどれ。馬の糞とか。おー、なんとかかぐわしい香り。い これは馬の糞。説明なんかかぐわしい香り的なこと書いてるよね。ほらほらほら、手渡し。へー、馬の糞じゃないですか。一応馬の糞さ、ゲットしたらさ、道具屋とかで売るんよね。あっかんびー。捨てるとかでもなく、馬の糞がお似合いよ。馬の糞って何しにあるんやろうね。1ゴールドにしかならんし。私を怒らせましたね。そんなアイテム必要って感じやけど、遊び心かな。これでも食らいなさい。アイランたちは呪文封じ込められた。最悪やん。泣いてはリオが絶対に許しません。いや、まあ強いけんね。あなたたちの大切な命。まあまあまあ強いけんね。奪ってあげましょう。多分そんなに苦戦はせんと思うんやけど。でも回復とかもなくなったってことやろ。いやーね、まったく。いきなり呪文を封じるなんてずるい。桃乃ちゃんね。ね、よろしくない。少しは楽しませてください。熱いわよ。なんかあれか。いや、なんでローだけ命令させろになってるってことかな。ここに。でも他、びっくりした。何、石にやんかと思った。ネタンか。他の仲間たちみんな勝手に戦いに行くけど。なんでやねん。なんでやねん。ツッコミ。え、呪文使えるようになったけど。どういうこと？え、どういうこと？ずっとじゃない。来るとラビンホーバー。ほら、きっと。シェキッと。いや、あ、もう相手の名前赤くなってきたけん、多分だいぶ体力ないはずよ。なんか吹っ飛んだ気がするけど、大丈夫かい？いけいけ。それはこっちのセリフだよ。今助けるわ。お、ありがとう。すまんの。いや、こういう戦闘中のさ、掛け声とか、なんかちょっとした声いいよね。なんか、本当にちゃんとそこにおる感があることない。回復するときにわざわざロー様とか。おだまりなさい。もうなんか、ボールが。しっかりしなさい。片付けない。ちゃんとお礼も言うし。よし。頑張れ頑張れみんな。よいしょ、いいね。お楽しみ。最後の最後。いただけたかしら。会心の一撃。うわあ、嘘だ。この私が負けるなんて。いや、もうあっという間で。めちゃくちゃあっという間で。だって速攻でね、名前の色赤くなったもんね。他人のものを欲しがる下水野郎にはお似合いの末路よ。もう大事なものを探しに行ってるかな。お、おった。みんな
羽のみんなと助けに来ただ。そんなおなじみみたいな感じで言われてもさ、何羽のみんなってってなることない？あ、よかったよかった、みんな。チェロン、勇敢なのね。閉じ込められていただけでみんな怪我はないわ。ありがとう。まあ、まださらわれてからそんなに時間も経過してないってことかな。旅の方、助けてくださってありがとうございます。多分食事とかは用意してくれてなかったやろうし。なんとお礼をしたらいいか。村長さん、いいってことよ。世界中のみんなを笑顔にすることが私の使命だからね。勝手にそういうこと言われてもね、お礼はしっかりとしていただかないと。すげえな、いいね。やった、母ちゃんのペンダント。じゃあ、あの一つかみぐらいさ持ってっていいんじゃない？そんな、何壊れてる？母ちゃんのペンダント壊れちまってる。これじゃあ父ちゃんすごく悲しむだ。直してもらえん？そんなことないわ。大切なのは気持ちよ。壊れていようとチェロンちゃんの思いきっと伝わるわ。いや、でもこんな小さい子をあんなね、突き放すような感じで言うぐらいやけん文句を言われる可能性も、うん、村のみんなとチェロンちゃんは私が送っていくわ。あ、先に。このお宝たちは？これも村から巻き上げられたものたちなんやろ。先に村に戻って待ってるわね。自分のものは自分で持って帰ってよ。みんな何も持っていきおらんけど、ほら、めっちゃあるよ。超あるって。ほら、やばいねこれ。うわ、このお金を踏みしめる音めっちゃ良くない？ちゃんと音がするの。もう別に何もないんかな。多少さ、この中に宝箱があったりとかさ、何かしら、何かしらないんすか？ここ何？え、出口かな。普通に出口やった。めっちゃ普通に出口やった。いっか、戻るか。ここルーラーいけるんやない？もう一回行ったし。ハラープチャラオ村、よっしゃ、いける。もうパレードを待つ気なんか一切ないっていうね。あ、でもここにあるし。やっほー、さらわれた人たちが帰ってきて、村のみんなとっても幸せそうよ。さあ、ボスも踊って歌って。てか、このスピード感で戻ってきたらさ、絶対送り届けられたより早く着いたよね、私。あ、てか、そっか、シルビアさんたちが送り届けたけん先におるんか。めっちゃ飛び跳ねよる、かわいい。いやいや、聞きましたよ。あなたが魔王のしもべを倒して村のみんなを救ってくださったと。村のみんなも喜んでいます。フールフールを倒してくださって本当にありがとうございます。いやいや、全然。いやー、あのフールフールを倒すとは、あなた方とんでもなくお強いんですね。誠に恐れ入りました。早くバハトラニアスにも会ってこのことを伝えてやってください。ヤスなら教会の前の家にいるはずです。んてか、もう息子が書いていろいろ伝えてくれとんじゃないの。めっちゃ鳥羽におる、かわいい。あら、村のヒーローのお帰りね。あなたの活躍で村に笑顔が戻ったのよ。みんなに顔を見せてやっちょうだい。私たちヨラスキパレードの活躍で村の笑顔を取り戻すことに成功したわね。魔王の手下なんて私たちの敵じゃないわ。こんなに飛び跳ねることある？大人になってからこんなのなかなかなくない？あなたパレードのボスなんですってね。この変わった人たちを率いてたなんて、可愛い顔して半端ないわね。いやーって言ってもね、まだそんな1日も経ってないどころか1時間も経ってないけん、率い出してから全然大丈夫。まあ、旅の方、村を救ってくださってありがとうございます。どんなお礼をしても感謝しきれませんわ。それにしてもこの人ったら、普段は強がってるくせにこんな時はワンワン泣くんですよ。でもこういう夫の不器用で優しいところが好きで一緒になったんですよね。少しだけ惚れ直したかもしれませんわ。少しだけ。あ、お兄さん、助けてくれてありがとう。物は怖かったけど、おいら最後まで泣かなかったんだよ。えへん。
えらいね、かわいい。うーん、おめえらが帰ってきてほら嬉しいだよ。寂しかっただ。これからはずっと一緒だべさ。おめえらって私らかと思った。なるほど、この二人のことか。ふう、家族っていいわね。村のみんなのハッピーな様子を見ていたら思わず嬉し涙がぐす。やだ、みんなに喜びの涙で私まで泣けてきちゃったらないの。ああ、家族愛って美しいわ。主人公はね、誰の話を聞く間もずっと踊るっていう。みんなの笑顔を取り戻せて最高の気分。これだからひろすけをやめられないわね。お姉様についてきてよかったわ。楽しそうで何よりだよ。あ、お母さん。うちの娘、私が捕まってる間ずっと飯番してたんだってさ。いつの間にかたくましくなっちゃって。いけない歳だね。娘の方がずっと辛かったろうに、私の方が嬉しくて泣けてきたよ。よかったじゃないっすか。なんでさらわれとったんやろ。あれかな、娘側のなんか大事なものはお母さん的な感じの意見が上がって、そっちを優先した感じ。村のみんなが帰ってきて最高。私のドラムも最高潮よ。それどんどんどん。何や、荷物は。パレードの人のとびきり明るい様子を見てたら、奪われたお店の商品で落ち込んだのがバカみたいに思えてきちゃったわ。なくしたならまた探せばいいのよね。おかげでお金や物よりももっと大切な何かに気づけた気がするわ。トレに戻りなよ。あ、でもその辺モンスターおるけどね。取ってから帰ってくればよかったのに。私、ヘンテクの者と一緒にいても誰かが助けてくれるって信じてたから全然怖くなかったよ。あ、お孫さんが。わしの愛する孫が帰ってきたんじゃ。この感謝の気持ちは言葉に表せねえべさ。ありがとう、ありがとうよ。よかったね、もう幸せムードでいっぱいだね。村に人たちがさらわれちゃって一時はどうなることかと思ったけど、これでハッピーエンドね。さ、今は歓喜のダンスを踊りまくるわよ。それそれ、あ、それテンション高えな。てか、送り届けに来てまたここで踊り出したってこと。たく、どいつもこいつも浮かれやがって。だが、たまにはこういう空気にしたるのも悪くはねえかもな。へへへ。で、結局さ、奪われてなかった大事なものってなんなん。気になるんですが、私実はね、ここに住んでから結婚相手が主人でよかったのかなってずっと心に引っかかってたの。けど一度さらわれてから主人とまた会えた時、この人でよかったって心の底から思ったの。私の選んだ人は間違いじゃなかったんだわ。あ、気づけてよかったよ。今度のことで僕にとって嫁さんがどんなに大切だったかを思い知ったのさ。あなたには感謝してもしきれないよ。お、なんかうまくいきそうやね。邪魔じゃね。すぐにとはいかないでしょうけど、以前の賑わっていた時のような賑やかな村に戻っていくといいわね。でもまあ別に村自体ボロボロっていうわけでもないけんさ、全然大丈夫なんじゃない。何、明るくなる。朝もう空が白けてきたよ、こんな時間まで。どんちゃん騒ぎ。どうよ、こんなにも村に笑顔があふれて、やっぱり人助けっていいものよね。人助けパレードをやっててよかったわ。あとはチェロンちゃんがパパに会えば完璧ね。チェロンちゃんならすぐそこにお姉様と一緒にいるわよ。お、まだ会ってないっぽいね。牢屋の中では村のみんなと一緒だったし、パパと離れてても全然寂しくなんてなかったもの。ぐす。私の命よりも大切なマナムスが帰ってきたんだ。これもあなたのおかげ、ありがとう。あなたはこの村の英雄だよ。そうやってあげてあげてあげてまた落とすんやろ。あいつのせいで世界がダメになったって、つらーい。あら、エナちゃん、これからチェロンちゃんがパパに会いに行くところよ。もしよかったらエナちゃんもチェロンちゃんを励ましてあげて、きっと喜ぶと思うわ。人の話を聞いてねえなこいつ。ペンダント壊れちまってたし、父ちゃんすんげえ怒るだろうな。大丈夫よ、さあ行ってらっしゃい。私もここで待ってるわ。うん、ありがとうだ。ほら、怖えけど父ちゃんに会ってくるだ。頑張れジェロン。外に出てこいよ。どんちゃん騒ぎ聞こえてるだろう。もしかしてすごい防音なんかな。今帰っただ。めっちゃ戸を開け話しとるけど、丸見えじゃね。父ちゃんが一番大切にしてた母ちゃんのペンダント、
壊れちゃっただ。元の形がどういう感じかがちょっと。あ、丸かったってことかな。上がちょっと外れとんか。片側が。このバカタレが。うん。あ。どんだけ。どんだけ心配したと思ってただ。おめえの命より大切なものなんてねえべ。愛情表現が下手くそなんだな。だけど父ちゃん、母ちゃんのペンダントが一番大切だって。そんなの嘘に決まってる。あの魔物に質問された時、悪い予感がしてとっさに嘘をついたな。まあね、わざわざ聞いてくるぐらいやけんね。そんなにちゃんと約束とか守るわけないやん、魔物が。本当？父ちゃん、オラのことなんてどうでもいいのかとすっかり勘違いしてた。心配かけて。まあでも最終的に息子も帰ってきたし、ペンダントも帰ってきたけん、何も失ってないよ。よかったよかった。直せばいいけんね、あれは。ほら、丸見えやん。超覗かれよりジェロンは父親の本当の気持ちを確かめないまま勝手に思い違いをしていた。話し合えば分かり合えるものなのかな。わざわざ嘘までついたのに息子が行くってね、最悪やんね。そんなこと汲み取れんやろうけど、ちっちゃいけん。私先に戻ってるわね。みんなを救ってくれただ。ちょっと今一人いなくなったけども。旅のお方には二度も助けられちまっただな。あんたは俺たちのヒーローだ。本当にありがとう。え、とかさ、あんね、一番最初会った時にあの場所におったのはなんで？実は最初に助けられた時も今ジェロンを探し回ってただ。あ、なるほどね。どこに行ったんかは分かってなかったってこと？けどもまた魔物が来たら今度こそジェロンを奪われるかもしれねえ。だから本心とは真逆の態度をしてただよ。あれ、羽のお姉さんは？俺言いたかったのに。お、あれか、ちっちゃい子たちにはシルビアさんはちゃんとお姉さんに見えているのかい？急に出て行ったが、どうしたのだろうな。奴を探してみよう。まあ何か思うことがあったんだろう。あっこもね、複雑な家庭やけん。どこに行ったんやろ。チェロンちゃん、パパとのわだかまりが解けてほんとよかったわね。ついもらい泣きしちゃったわ。こんな位置からまで。こんな位置からまで見てた。え、お姉様も知らないか？階段を登って村の奥へ向かうのを見たわね。まだ相当遠くへは行ってないんじゃない？階段、ここか？村の奥。どこに行った？いない。おーってびっくりした。この奥？さっきお姉様はここを通って行ったわ。なんだからしくない様子だったけれど、一体どうしたのかしら？物思いにふけってるんだよ、きっと。じゃ、とりあえず向かいますね。ここってさ、なんかその、前どんなことがあったとこやったっけ？なんか絵の中から女の子が出てきたやつじゃなかったっけ？そんな事件のところじゃなかった。話し合わなくちゃ伝わらないか。やっぱ親のこと思いよった。いつからそこにいたの？今来たばっかり。あの親子、再会できて本当によかったわね。ねえ。だけど、魔王のせいで亡くなった人々や、破壊された町は、もう戻らない。まあね、そこはね。え、ウルノーガは世界を滅亡させるほどの強大な力を持っていたわ。あの力を目の当たりにして、なおウルノーガと戦うつもりなの？まあ勇者ですからね、私。やっぱりあなたは勇者ね。勇者が諦めたらね、絶望的すぎるやろ。世界に笑顔を取り戻すなんて言ってみんなが笑って元気になれるような
ヨダスケパレードをしてたけど、魔王を倒さなくちゃ笑顔は取り戻せない。最終目標は確実にそこよね。だから私、もう一度あなたの旅についていくことにするわ。うんうん、おいで。でもその前に一つだけお願いがあるの。私はウルノーガと戦って命を落としたって構わないわ。けれどパレードのみんなは巻き込めない。だから解散？パレードのみんなを信頼できる人のところに預けたいんだけど、実は一人だけ当てがあるの。あれか、サーカスの団長か。サーカス団員ご覧になっとったよね。でもその人本当におっかなくて、違うんか、一人で会うのは心細いの。あ、これが父親のところか。だからお願い、ついてきてくれない？そういうことやね、きっと。はい、オッケー。ありがとう。それじゃあ今話したことパレードのみんなに伝えに行きましょう。先に外で待ってるわね。そっか、自分の親のところで養ってもらう感じにするんやったっけ。サーカスに預けるんじゃないよね。でもそれはそれでありかなと思ったんやけど。外で待ってるの、外ってどこ。先ほど羽のパレードの衆が村の外へと向かっていったんだ。一体何が起こったというのだろうか。村の外ね、なるほど。もうみんな撤退してったわけ。もうあっという間に、あっという間にその辺で泣いたり踊ったりしよったパレードの団員たちがいなくなっている。まあみんなね、大事な人たちと再会できたようでよかったよ。お、もう囲まれてないね。ねえあなた、パレードのボスなんでしょ。羽の人たちで急にお外に出てったけど、また村に戻ってきてくれるわよね。いや、もう出発するかな。え？それは残念だわ。私あの人たちに随分勇気づけられたの。一言お礼を言いたかったのにな。最初めちゃくちゃビビっとったのにね。魔王の手下かと思っとったんやもんね。魔王の手下っていうか、フールフールの手下？あ、この辺に。あ、もう出てった。てか、これ何？このなんか、ちょうどパレードの神輿が置けそうなスペース、あれ何？神輿のためじゃないよね。どうしたお姉様、急に呼び出して。お、今からここで重大発表。はい、みんな聞いて。ってことはもうこのパレードもなくなるってことやね。私パレードやめる。衝撃だけど安心して、魔王ちゃんをやっつけるまでの間よ。倒したら絶対にみんなの元に戻ってくるわ。ってことはこの神輿ごと預けられるわけか。めちゃくちゃ迷惑やな、実家。私お姉様応援する。みんなの笑顔を奪う魔王ちゃんなんて絶対に許さ押してしまった。私も応援するわ。お姉様がパレードを離れるのは悲しいけど、魔王ちゃんをやっつけるなんてお姉様にしかできないことだから。まあ私らもいるんですけどね。とりあえず何、その預け先まではこのまんまの感じで行くんか。世界に笑顔を取り戻すためよ。だからそれまでの間、勝手に言ってくれるんかな。私のパパがいるソルティコって町で待っていてほしいの。それはないか。パパ、ソルティコ。貴様、まさかとは思うが、ゴリアテか。やっと気づいたのね。いつ気づくかずっと待ってたのよ。グレイグ。シルビアとゴリアテってもうなんか正反対っぽい名前よね。衝撃。ということで、めっちゃ衝撃。ソルティコに向けて出発。そのゴリアテ時代のシルビアさんも見てみたいんやけど。楽
しそうだな。大丈夫か。なんてことだ。あの気まじめなゴリアテがあんな姿に。ジエゴ殿はさぞお怒りになるに違いない。あ、おー、すまない。あまりにもショックだったものでつい取り乱してしまった。やつの本当の名はゴリアテ。私はゴリアテ自体を知らんけんね。剣の達人と謳われるソルティコの名門騎士の後継ぎだ。でも一応騎士の魂を受け継いでるみたいだったよね。やつは幼少から父上のジエゴ殿に鍛えられていたからさぞ立派な騎士になると思っていた。ところがある時、理由はわからないが、ジエゴ殿と凄まじい大喧嘩をして町を飛び出していってな。それきり行方が知れなかったのだが、ちょうどいい。私もジエゴ殿にお会いしたかったのだ。ソルティコはメタチャット地方の東のソルティアナ海岸にある大きな橋がある町だ。行くぞ。ソルティアナ海岸。ソルティアナ海岸に町とかあった？通ったよね。通ってきたよね。別のところにあったってことか。方向が違ったってことね。私いつまでこの格好？あれ？もうあれやん。みこしないやん。超恥ずかしいんですけど。シルビアさんは？おらんくね？おらんくね？何？私一人だけ超恥ずいんやけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。で次回はソルティコの街に行くんか。ソルティアナ海岸、メダチャット地方のソルティアナ海岸にあるソルティコの町。多分、次回映すときにはまた忘れとるけん、あらすじで確認しよう。